チャンネルレーザー警部の声、まあ、海外ドラマの声優初挑戦しました、はい、改めていかがですか、はい、そうですね、今回こういう新しいお仕事をいただけたのが本当に嬉しい気持ちでいっぱいで、こうシノラー芸能活動19年なんですけど、割といろんなジャンルで私はジャンルを決めずに篠原智恵、そしてこう、まあ、デザインですとか、まあ、女優さんもそうですが歌も大好きですし、いろんな活動をやっていく中で新しいことに挑戦できるのが嬉しいなっていう気持ちでいっぱいでしたね。先ほどちょっとアフレコされてましたけど、はい、いかがでした？ちょっとびっくりしましたけど、ね、わー嬉しい、なんか苦労されたところとか。そうですね、割と今回は大人な篠原をアプローチしようっていうことだったので、でもこう楽しくなってしまうとテンションがぐわーっと上がって声も高くなってしまったりするので、割と当日はスーツを着て大人なお洋服を自分で選んで、そしてそういうふうに自分の気持ちをコントロールしながら、テンションが逆に上がらないように作品に集中できるように気持ちをすごくコントロールしましたね。やっぱり衣装で気持ちってやっぱり随分変わるものですか？そうですね、その日は自分の作ったワンピースを着ていって、この物語のこの作品に声で呼ばれるんでってことももちろんなんですけども、この作られていく作品のなんか一つの力になりたいというふうに思いましたので、そういう気持ちを込めて作品の収録には挑みました。はい、なんか吹き替えしててついシノラが出てきちゃったりとか、そういうことなかったですか？グッと出そうなんですけれど、でもその辺はすごく自宅で本当にお稽古お稽古して、練習というよりは本当に一から学ばせていただくという感じで、お稽古っていう感じで、もう本当もう何日間もでお稽古を重ねて、そのおかげで収録自体はかなり 早く1時間ぐらいで終わったので、なんかもうちょっと現場にいたかったなっていう思えるぐらいすごくスムーズにいったので、なんか自分で点数をつけるとしたら無限大満点ぐらい大満足の出来になりましたね。で、まあ、今回演じたのがその、リディアという、まあ、母親を殺されてしまった当時の役、この役は演じていかがでしょうか？そうですね、本当に深い痛みを持った女の子の役だったので、でもせっかく私にいただいた役でしたので、ただこう悲しいだけではなくて、その痛みを乗り越えた強さを女性は持ってると思うんですよね。そういう強い女性もの声で表現したいと思って、割と低めの熱い声を自分の中に湧き立たせながら演じるようにしましたね。そういう意味では普段の自分の声はナレーションとかのお仕事がすごく生きたなっていうふうに思っています、うん、このリディアっていう少女は、うん、ご自身の10代の頃と比べてやっぱりだいぶ違いますか？そうですね、最初ですからこのお話いただいた時に9歳の頃にそういう傷ついた出来事があったって言ったので9歳の役だと思ったんですよけれども19歳のその大人になった痛みを乗り越えて成長した女性の役だったので、なんかこう大人な篠原をこう皆さんが、その制作者の方が必要としてくださってるっていう、なんか嬉しさもありましたね、うん、で、まあ、今回のこのドラマなんですけれども、はい、改めていかがでしたか？そうですね、先ほども申し上げましたけど、本当にある程度ね、サスペンスって自分でこう結末をこう想像したりとかするのも楽しみの一つなんですけれども、話が本当に2点3点以上もう4点5点としていくんですね。で、特に今回の8話っていうのは最後に本当に印象的なシーンがあって、私はそのシーンを見た時に本当に現場でもちょっと涙が出そうになって、そうすると声が変わってしまうのでこらえるのがすごく大変だったというぐらい、物語に引き込む力がすごく吸引力のある物語なので、やっぱりこう長く世界で愛されてきた力があるんだなっていうのはすごく感じましたね。主
志村さんは海外ドラマとかってよくご覧になりますか？今回がちゃんと見たのは初めてかもしれませんね。だからそういう海外ドラマを好きになれるきっかけをくださった作品でしたね。本当にあっという間にこうもっと見たいもっと見たいというふうに次の展開へとこう引き込んでくださるそういう作品でした。で、まあ、今回声優、はい、本当にかなり魅力に近いという感じで、はい、今度またこういうお仕事が来たらどんな役を演じてみたいとかって、なんだろう、割と今回、まあ、19歳 の、 少女の声だったんですけれど、割とちっちゃい子 の、 や声もすごく面白くできるかなっていうふうに思うので、ちっちゃい子の役からこう年頃の女の子、そして大人になって、でおばあちゃんになってっていう、なんか一人の女性の人生を自分の声でちゃんとこう表現できるようになってみたいなっていうのはありますけれど、今度は声だけじゃなくて、はい、出演とかも。出演ですか？もう来たら喜んで、もう全力捧げて、はい、シノラハリウッドで、はい、パフォーマンスしたいと思います。あ、もうシノラで出ちゃいますか？シノラで、大人シノラで、大人シノラで、はい、活動したいですね。なんかハリウッドにシノラを売り込むとかそういう野望とか。一度ジョージ・ルーカスさんにインタビューさせていただくことがあって、私を出演私ムービー出たいって、この前ジョージ・ルーカスさんに直接交渉したんですね。I wanna be movie star って言って言ったんですけれど、ちょっと未だにお返事がないのでもうちょっとお返事待ちたいと思いますね。え、監督どんなリアクションしてたんですか？わーって言ってましただから、あ、気に入ってくださったんだと思って、その時はきっと仲良くなれたんですけどね、すごく仲良くなれたと思うんですけれど、ジョージさん覚えてらっしゃいますかねちょっと私宇宙すごい好きなので、もう宇宙作品をね、数々作られてるので、宇宙人役とかやりたかったんですけどねまだお返事いただいてないです、ね、あ、残念な、はい、待ってます、ジョージさん。わかりました。じゃあ、北野さん、ちなみに、まあ、大人の声ということですけれども、それはすぐできたものなんですか？それは、でも割と持っていったけど、今回解禁したっていう感じですねこう、もう自分にはこう逆にあったのを引き出して、この作品が引き出してくださったという感じなので、割とこう声を出してみたら、あれ素敵な声ってこうなんか自分でこう気づいて、それをもっとこう監督さんとかが引き出してくださった感じだったんですね。今日その衣装でその声はすぐ出せたんですか？あ、今回私の中ではこれももうすごいモードで大人なんです。スーツがあるねそう、こう大人のワンピースなので、これが割とこう元気なフリフリとか、こうなんかこう虹色とかだったらすごい元気が出ちゃうんですけど、私の中ではすごいモードで大人な格好で今日は挑もうと思いました。大人モードで作品の紹介っていうのをいただきたいんですけど、先ほどのリリアの声、どちらのカメラで、前の方まで、はい、篠原智恵です。今回リディア役をさせていただきました。皆さんも篠原の美声に驚く、なんか笑ってるんですけどなんか笑っちゃってるんですけど、まあそういうコントラストもお楽しみいただけたらと思います。なんか笑ってますね篠原真剣なんですよ真剣なんですよ。ちょっと篠原入ってます。全然ちょっと出ちゃうんですね、やっぱ楽しくなると出ちゃうんですけどね、はあ、まあ、そういう、 こう篠原のこうコントラストを楽しんでいただけたら全部ひっくるめて篠原の、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ作品ご覧になってください。ありがとうございました。篠原智恵さんでした。